こんにちは、フィフィです。北朝鮮が香港の総領事館を閉鎖すると中国側に通知したことが分かりました。しかも北朝鮮は香港だけではなくてアフリカなどにある十数箇所の領事館も閉鎖する予定だそうです。理由は財政なんです。 外交で大きな役割を果たすこうした領事館すら運営することができないほど北朝鮮の財政が深刻なことになっているんです香港の総領事館は北朝鮮の外貨稼ぎや物資の調達の拠点となっていましたただ現地の物価高で維持が困難になったとニュース記事にはありました 今後は中国在住の北朝鮮の貿易省などが業務を代行することになるようです。まあ、ミサイルなんて撃っている場合ではありませんよね。で実際10月に北朝鮮が予告していた軍事衛星の発射が今回は行われませんでした。まあ、これ衛星とは言っていますが弾道ミサイルです。 で、10月に発射する予定だったのに、発射の兆候が見られないことが明らかになったそうです。北朝鮮が8月に2度目の弾道ミサイルの発射に失敗したとき、弾道ミサイルの技術に重大な欠陥が見つかったという情報もありました。まあ、いずれにしても、各国の領事館を維持することもできないほどの財政難に陥っているときに、ミサイルを打ち上げている場合ではありません。 で、北朝鮮は国内の情勢も悪いんです。食料はまあまあ足りてるようなんて最近も北朝鮮政府は発表していましたが、これを韓国政府は否定しています。依然として多くの北朝鮮人民が上に苦しんでいます。このような状況の中で、金正恩総書記は国内の治安が悪化しないように、 また、不満の矛先が政権に向くことがないように、人民への引き締めを強化しています。ま、これまでにも増して、北朝鮮では人権侵害が深刻化しているんです。国連やアメリカの人権機関が北朝鮮の人権侵害について強く非難しているんですが、北朝鮮は最近こうした声に敏感に反応して反論しています。 日本、アメリカ、韓国が人権問題のことで北朝鮮を新たな包囲網に追い込んでいると思っているからです。ただ最近はロシアがウクライナで残虐行為をしていたり、パレスチナでの人権問題が国際社会で注目されています。北朝鮮の恐怖政治だけが問題視されていない状況ではあります。 むしろ、金正恩総書記が今最も恐れているのは世間の目、つまり国際社会からの批判よりも北朝鮮国内からの批判の声なんです。最近は北朝鮮人民が当局による処罰に対して行き過ぎだと反発しているそうです。例えば、8月に病死した牛など、 2,100頭もの牛を食肉用に売ったとして、男女9人がもう2万5千人が見守る中で極刑を受けました。北朝鮮人民たちからはもうあんなにひどい処罰を受けるとは思わなかった。 病死した牛肉を売っただけで極刑なんてそれほどの罪に問われるのかといった声が上がっただけではなく、なんと人々が特別軍事裁判所の今回の判決におかしいのではないかとも訴えたというんです。北朝鮮当局は、 1990年代の悲惨なくらいの食糧難の時ももう次々と残忍な極刑を行っていましたしかも多くの人が見ている前でですでもあの時以上に今人民の間からは怒りの声が聞こえてくるそうです それはもう食べ物もなくなってみんな生きていくのに必死だからです。生きていくために犯した罪に対してあまりにも厳しすぎる処罰だとみんな腹が立っているんです。北朝鮮ではもう随分と前から食料の配給制度も崩壊しています。人々は自分でも自力で生きてきたんです。そんな人たちは何もしてくれない政府に対して不満があるんですね。大体いい北朝鮮では韓国のテレビ番組を入手して 隠れて見ることも重罪なんです。国家の思想に反するからだということらしいんですが、まあ、韓国との生活水準の違いを知られたくないだけでしょう。北朝鮮では最近、韓国のテレビ番組などを見た人が、これまた大勢が見ている前で極刑で処罰されました。北朝鮮当局は2020年12月に、 韓国の映画や番組などを見てはいけないという法律を制定しました。韓国のエンタメデータが密輸されてきたからです。今年6月、韓国の映画やニュースを隠れて見ていた罪で農場の作業員2人が処罰されました。しかも極刑です。今年4月には、ピョンヤンで 世界各国のニュースや街の風景を収めたファイルを拡散したとして摘発された軍の将校がこれまた極刑で処罰されています。キム・恩ン総書記はわざと恐怖を人民に与えるためにこうした重い処罰を与えるんですその結果もう最近では韓国のデータを拡散する人がほとんどいなくなったそうです。 韓国ドラマを主張する北朝鮮の人民の数は新型コロナの前の10分の1ほどになったと言います。そんな中で北朝鮮の人権に関連して心配な動きがありました。北朝鮮を脱北して中国で拘束された数百人が近く北朝鮮に強制送還されると韓国の人権団体が発表したんです。 これ北朝鮮に戻されれば拷問など過酷な人権弾圧に合うんですね。すでに10月9日約600人が北朝鮮に強制送還されたそうです。まだ残る多くの脱北者もこの後北朝鮮に送られます。韓国は強制送還の阻止に向けた動きをしてほしいと国際社会に求めています。まあ、ただ中国も 今国内の経済状況が悪くて脱北者を受け入れる余裕はありませんもう中国人でも仕事がないですからね北朝鮮に脱北者が強制送還されれば当局の人にもう顔が腫れるまで手や靴で殴られるそうですその後も重い後遺症に悩まされるほど暴力を振るわれると言います 北朝鮮の施設ではトイレも自由に行けず他の収容者との会話をしているところが見つかればひどい罰を受けると言います脱北者にとって強制送還は地獄そのものもなんです。国内の情勢が悪くなる一方の北朝鮮では悲しいことですがこうした人権侵害人権弾圧が今後さらにエスカレートしていくでしょう さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして「フィーフィーチャンネル」の登録もお願いします